Give Love。はい、どうも、まちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。連日ね、報道されております大谷翔平選手の件なんですが、今日は、初めて本人がね、会見を開いたということで、朝早く動画の方を、まあ、見ることができたんですけれども、いやー、まあ、初めてこの件に関して口を開くという形に本人自らですね、なったということなんですけれども、新しい通訳の、方ね、共に、来られましたと、お名前なんだったかな、ウィル・アイアトンさんね、アイアトンさんと共にね、会見に臨んだということで、その内容は、一応、まあ、噛み砕いて説明すると、ポイントを挙げると、まずは、やっぱりこの件に関しては、本当にギリギリまで知らなかった。どうやらこれが事実のようですと。で、ギャンブルをやっているということも知らなかった。その、のめり込んでいるということもですね、知らなかったと。そして、お金がなくなっていることも知らなかった。今言ったから、まあ、っていう、まあ我々が当初予定して、予想していた通りの、まあコメントが返ってきたのかなと、思います。で、あとはもう自分本人、大谷さん本人も、何かにかけたり、誰かに代わって、やったりとかいうことは一度もありませんと。で、送金もしたことがありませんと。いうことですね。まあ、結論から言うと、彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつみんなに嘘をついてたということですというコメントをされたということでね。うん、まあ、そのコメントの内容っていうのは我々がもうすでに知っていた情報の通りだったかなということでね。これはまあ一つ安心したというか、まあ大谷さんがそれに関与してなかったというところで、まあまあ分かってはいましたけど、ほっとはしたかなと、多分たくさんの方がね、思ってるんじゃないのかなと。で、なんかね、ちょっとその後ちょっと悲しいなと思ったのが、結局そのちゃんと全てを知ったのは、まずその韓国での初戦の後に、ミーティングがあったと。で、そこで水原さんは英語でメンバーにいろんなことを話していたと。で、その時大谷さんに通訳がついていなかったので、要は何を話しているのかわからなかったと言っていたと。で、まあ、なんとなくは理解できたし、まあ、違和感も感じていたというところで、その後、水原さんはホテルで二人で話したいということで、ホテルに集まって、まあ、詳細を全て知ったということでございます。で、まあ、正直ショックというか、まあ、ショックという言葉が正しいとは思わないというのが本人のコメントのようですね。もうどうリアクションしていいのか分かんないんじゃないのかなっていうのもなんとなく、まあ、僕の中で思いますと。という、まあ、会見がありましたと。とりあえず、本人からのコメントがあったっていうのは良かったんじゃないかなと僕は思いました。ただ、一つ、その内容、どうやら質疑応答の時間は設けなかった。要は一方的に話すだけだったということで、質問ができなかったみたいなんですね。これに対して、ジャーナリストの、立岩さんっていう方なのかな、が、このようなコメントをしていたと。要はですね、一番聞きたかったのはもちろんそれもだけど、どうやってお金を送金したかが知りたかったと、まあ、言われているんですね。まあ、なので、そこがちょっと、まあ、不透明だったということで、僕が質問できたら絶対にこれを聞くと、言われていました。確かにそこに関してはまだね、不透明な状態でね、まあ、一番今謎の部分かもしれないですよね。ここはいつ明らかになるのかっていうところは
まあちょっと全くの見えてないというような感じかなと思います。でまあもちろんちょっと暗いニュースばかりではありますけれども、なんか心温まるところもあるというか、その会見にね同席していた人たち、もちろん通訳の方はもちろんですけど、チームメイトも、同席してくれたと。で、ジョー・ケリー投手、エンリケ・ヘルナンデス内野手、この二人が同席した。で、まあ要はこういう時ってなんか誰かがいてくれると安心しないですかねっていうところで、まあ来てくれたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ仲間ってこういう時本当にいいなって僕はちょっと思いましたね。そして新しい通訳さん、に対しても称賛の声が上がっていると言われているんですけども、まあこのアイアトン氏っていうのは、ドジャース時代、あ違うな、ドジャース時代かどうか分かりませんけども、前田健太投手を担当していた時期もあったということで、まあちょっと顔の知れてる方のようですね。で、まあなぜ、賞賛が上がったかというと、あらかじめ決めた定型文を喋ったっていうよりは、その場の内容をしっかりと訳していたと、いうことが、まあ、分かったということで、やっぱり、なんていうんですか、あらかじめ決めてしまうことももちろん大事なんですけど、まあ限りなく生の声を届けるためにはそこで聞いて言うと、これねまだそのコンビ組んだばっかりじゃないですかにいう状況では、そして全世界が注目しているこの状況で、まあかなり大変だったと思うんですけども、素晴らしいというか、まあこっちの方がよりしっかり伝わるだろうということでやったのか、とにかく、素晴らしい通訳を見せてくれたということで賞賛が上がっています。まあこういうこともあった後だけに本当に、うまく、コンビを組めたらいいのかなと本当に僕は思います。そしてね、まあ、もうちょっとこの一件っていうのはね、取り調べ、なんていうのかな、いろいろ事情聴取かとか続いていくんだと思うんですけども、早く、一日も早くこの問題を解決して、大谷選手に野球に集中させてあげたいなと、もう本当に思いました。うん、もう、一週間ぐらい経ったかな。この一週間でもすごく長く感じたんじゃないかなと思うんですけど、もう早くこの問題を解決して、そして、野球に集中させてあげて、まあ、これが今私がね、思っている一番の、気持ちです。はい。ただまあこれ以上動きが次からあるのかって言われたら、なかなか誰かが何かを真実を口にしたりなんかすればあるかもしれませんけども、一つここでまあ区切りついたのかななんて勝手にまあ思ってます。もうもちろんまだまだ先はありますけどもね、もうメジャーリーグ始まったばっかりです。とにかく今年も大谷選手のいいプレーをたくさん見られるように私も、祈っていたいと本当に思いました。こちらの件もしコメントなどあれば、ぜひ書き込みの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。